どうも、キューティク全開、熊田です。おしゃしゃ。ブチだ。ノーベンで0点。当たり前だろ、お前。というわけですね、今回、熊田のビデオ、都市伝説シリーズでございます。科学というわけですね、都市伝説に非常に詳しいこのお方、ミスター関を呼んでおります。こんにちは。いや、ミスター関、朝から晩までおはようございます。頭くるってか、お前。今回の都市伝説は、この時期になると行われる入試。その学生にとって非常にきつい受験なんだけども、実は、ある魔術で乗り切れる方法が存在するのね。というわけですね、今回その合格する魔術について触れていきたいと思います。この時期の1月2月っていうのは学生にとって非常に苦しい時期の、まあ、受験真っ只中なんだけども、まあ、明日明後日にはもう大学センター試験が行われるんだよね。ただそのセンター試験も実は今年が最後で、2020年からは別のテストが行われるって言われてるの。まあ、受験生にとっては本当に大事な2日間で、まあ、本当人生をかけた2日間でもあるよね。かけたことあるか、人生。まあ、今までのね、勉強の成果が十分発揮できればいいんだけども、まあ、その日によって体調も違うし、まあ、緊張とかによって本来の力を発揮できない可能性も、まあ、あるんだけども、それを乗り切るある魔術みたいなものが存在するんだよ。いじめだあれみたいな。何やってんだお前ら。その自分のちゃんと勉強した成果っていうか、その潜在能力を引き出すためのある呪文っていうのが本当に存在するのよ。まあ、つまり運を味方につけた上で高得点を取ってもらうための必勝魔術っていうのが存在するのね。でもちろん手順が存在してて、まず天然の塩でピラミッドを作ると。でそれを家にある神棚に置いてピラミッドの頂上に受験票を差し込むんだって。でここで重要なのは塩のクオリティなの。塩はとにかく不純物が含まれてない天然塩を使うことが大事なのね。クレイジーソルトとかはダメなんだ。結果塩辛くなっちゃうだろ。なんでかっていうと、天然塩の持つ浄化エネルギーが働いて受験票自体がラッキーアイテムとなるんだって。そんなことあるか。俺も思うわ。まあこれは受験前日に行うこと。じゃあその受験当日、ものすごい緊張をほぐすための魔術が存在するんだよ。試験会場に着いたら、まず正門前で右の人差し指で左手の手のひらにごぼう星を書くんだって。でその心の中で健康、成功、大富豪と念じると。で会場の席に着いてからも同じことを繰り返すと。まずごぼう星を書くとね。なんでごぼう星書くかっていうと、ごぼう星には邪気払いとかヒーリングをもたらす魔力っていうのが宿ってるっていう風に昔から言われてる。まあ、もちろん受験に受かるってのも大事なんだけど、その後のビジョンっていうのも大事でしょ。だから常になりたい自分を想像することが大事なの。だからなりたい自分を最大限に引き寄せる魔術も存在するの。まずその手順っていうのが、深呼吸をしながら四大天使であるガブリエル、ラファエル、ミカエル、ウリエルを思い浮かべるんだって。待って、半分 YouTuber だけど大丈夫かな。で東西南北にお辞儀をするんだって。で指で自分の目の前に五芒星を描いて、さらに自分の頭上に六芒星を描きながら、我が前に五芒星が輝き、我が頭上に六芒星が輝くなりっていう風に念じるんだって。あ、言うわけじゃないよね。念じるんだ。言ってたらね、試験官落とすよね。つまりこれを念じることによって魔法陣の効果が生じるとともに、カバラの秘技である生命の機能縮小版のような魔術空間がそこに生成されるらしい。つまりそこが聖域になるってことね。でその後ヘブライ語でヨットバーヘと一回唱えるんだって。このヨットバーヘっていうのはヘブライの神ヤハウェに祈願する呪文なのよ。情熱止まんなくなってきちゃうね。イスラエル行っちゃってんじゃん。まあここでもね、ヤファエとか、まあ、ユダヤのものが出てくるってことですね。六芒星もユダヤのマークだからね。そうですね。ここにもユダヤが根付いてるってことなんだよ。まあさっきのは誰でもできる必勝魔術っていうのを教えたんだけども、まあ、もちろんラッキーアイテムっていうのも大事で、星座別にラッキーアイテムっていうのが存在するので、ちゃんとまずヤギ座の人っていうのは青魚を食べると脳が活性化するらしいよね。それ DHA でしょ。だからそれマジレスじゃんだよ。魚座の人は豚肉を食べると疲れが癒えて潜在能力が活性化するらしいのよ。あ、魚ではないんだね。そして射手座の人はキノコを食べると潜在能力が活性化するって言われてるのね。胞子の力みたいな。それ毒キノコじゃねえよ。